じゃあここはね、モンテゴベイで一番の観光スポットみたいなんで、ちょっと行ってみたいと思います。カジノとかスターバックスとかウサインボルトのレストランとかが全部ここに集まってるみたいなんで、でその奥にドクターケープビーチがあるんで、なんかここも最強みたいな感じだと思うんで行ってみましょう。 GO！うわ、なんか初めて街中っていう街中出てきたかもしれないですね。歩いたことなかったですもんね、街をまだ。確かにね、新鮮。すごい。ドクターケープビーチ行ってみます。リスペック。ようこそジャマイカ。Thank you。 うわ、すげえ。リスペック。じゃあ着きました。こっちにヤバい景色があるんで見てください。うわー、めっちゃ綺麗。ドクターケープビーチめっちゃいいっすね。人もおる、そこそこ。じゃあこっちにね、そのままスターバックスがあって、でそのままここで飲めると。いい匂いです。あ、めっちゃいい匂い。そしたらメニューがこんな感じ。どうなんですか、日本のと違うんですかね。またよくわからん。値段的にはね、日本と多分一緒くらいですね。700、800、900ジャマとかなんで、日本と同じくらいですね。こんにちは。スタバの中はこんな感じです。ライオンの壁紙、いかつい。このグラスは3000ジャマみたいです。ちょっとこれは欲しいですね。KC がチェックしてます。彼は何を買ったのでしょうか。食いしん坊なんでね、甘いの好きな。来ました、ジャマイカンスターバックス。これは何ですか。これは、ブルーベリースコーン。ブルーベリーのスコーン。ポンゴポンゴケシになってます。ヤマン、ウサインボルトのレストランに向かってます。おお、イエー、リスペク。お、これちゃん。おお、着きました。着きました。ここがね、ウサインボルトが経営しているレストランみたいです。ちょっと写真ムービーやけど撮っていきます。あ、めっちゃいい。オッケーです、オッケーです。ライオンです。これが噂の。ライオン。